はいということで皆さんお褒ガのチャンネルの大河でございますということで今あのインザホテルなんですけどあのねあの引っ越しとか言ってていろいろいろやっててあの動画をねちゃんとした動画を上げたいんだけどその時間がないっていうか時間がなくて今こちらでまた喋らせていただいてるんですがもうねもうもう安心してください家の w i f i がめちゃめちゃ強くなってあの速さ的に言うともう 10倍は盛りすぎて7倍ぐらいの速度が出るようになってもう絶対に家でも 4K の動画を上げれることが、ね、できるしまあなんかすべて今めちゃめちゃ部屋はもう,もう今今,今部屋じゃないからわかんないけども踏み場がないぐらい荷物が多くてもうあの何も作業する環境が整ってないのでまたこれをね撮って出しじゃないけどなんていうの取ってすぐ上げるみたいな何も編集せずに上げることになってしまってるんですが今あの 僕の大好きな TWICE 様の,あのキリングボイスが出て、これ30分めちゃめちゃいいんですかこんなのを見てしまってっていうか、幸せな動画を見させていただいてるんですが、まあ、そんな時間を過ごしています。本当にあのもう全部荷物が適当に部屋にブチャって入ってるだけで、何も,何もしてないの。何もあの片付けとかできてないから、作業ができないから、本当にまたこのままとって出すことになってしまってるんですけど、ごめんなさいって。あとね、今、お母さんと妹様がこちらに来ていて、 い今、まあねまあ、彼女たちはお風呂に入ってるんですけど僕だけこのね空間で食ーたラしてるんですがまああのねうん、まあ、大学が終わってまあほんにガオガオチャンネル大学編大学編っていうかなんつうの大学2年の時から始めてここで急に総括というわけにはいかないんだけどねまあここまでよくやってこれたなと。 もう背景もちゃんと剥がしちゃったの、この前。あの、もう別にそのシーンもね、撮ろうと思ったけど、まあいいやと思って、バーって撮っちゃったし、もうあの、僕が生きていた4年間生き続けていた部屋ももうほぼ空っぽで、寂しいけど、まあ新しい部屋に今課金して、いい環境を作り始めているというか、そういう状況、ちょっとのし部屋の外に人いるんで、あの、静かにやっていきたいんですが、まあそう、まあだからね、引っ越しってめっちゃ疲れる あのニトリとか行ってもう立ってるだけでもう立ち作業がめっちゃきつくて立ってるだけでもう重力感じすぎて地面に沈んでいく感覚になるっていうかうわっていうかであの、まあ、こっち来て妹たちが妹たちとかお母さんと妹が食べたのはステーキと今日の夜ご飯はなんはあの粉もん系をいただいたんですけど明日は朝ごはん &W 食べて お昼はね、あのワンチャンガクト君と合流して、あのガクト君、4年間仲良かったら、ガクト君とお母様と妹の対面みたいな。押してから家に帰ってあの、動画をね、そのまま上げれたら上げるっていう流れになっていくと思うんですが、今何分撮ってますかああ、もう3分ですね。でこれ、くらいかな。もうちょっとマシなところがあるの。ちょっと、なんかちょっとあの、ヒカキン t ビみたいな感じになっちゃうけど。ちょっと待って。何も,も悪いものをってないので、ね。 うん、まあ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 、まあ、こんな感じでもないんですよねだから,だから,だからあのはいそういう現状を送っています本当にごめんなさい本当はとにあの字幕とか入れてあのアイそう一個言いたいアイキャッチがさずっとないじゃん最近なくしたの今まで作ってたのキラキラキラみたいなのがあるんですけどそれがなくなっちゃって それは新しいのを作りたいと思いつつもう3か月ぐらい経ってるよねだからもうじゃあそういうとこもちゃんとしろマジでお前お前ちゃんとしろよで部屋の片付けもちゃんとしろよということであの現状報告あなんかもっとぽいところあったわこっちにもう続きませんようにななにこれこの文字なんだかわかりませんが今ねこの部屋でもあのパックしながらとか動画を撮ったんだけど それをくっつける暇がなくて、なくて、そのなくったから、あの、一旦こちらを撮らせていただいてます。ということで、そろそろ戻ってくるかもしれないので、終わりにしたいと思います。あの、まあ、まだあの、引っ越し編というか、引っ越し編も撮ってないけど、新しい場所での生活も撮れたら撮りたいと思います。それたらっていうか、撮りたい。めっちゃ撮りたいの、ほんとは。こいつをね、分回してめっちゃゴーグルで撮りたいけど、なんか、 それ以外が忙しいっていうか、いやーなんかやばいやばいやばいみたいな感じで回してないので、どんどん回していきたいと思います。ということで、ちょっとあのね、なんかさ、やばいよね。いろいろやばいよね、なんか。頑張ろう。うん、あと卒業式、まだ、あ、卒業式 Vlog とかも多分きっと撮るんで、それを待ちにしていてくださいということで、皆さん、さよなら <laughs> お前なんか、ギトギト。